心を持ち続けることは簡単なことではありませんよね。御嶽荘も70年が経ち、今もなお相手を思う心を持ち続けるあなたたちは、私にとって大切な方たちです。今日もお互いを思い合える一日になりますように。御嶽荘で生まれる両思いをお届けします。御嶽荘でお互いのことを思い合ってくれること、それが私の幸せなことで、大切にしていきたいことです。この番組はノバレーゼの提供でお送りいたしました。